今日先発はダーモディが来日初勝利を喫して6試合目の先発登板になりました。しかし初回から3番センターの佐野がセンターオーバーのタイムリースリーベースで、これでベイスターズが先手を取りました。さらにはワンアウト三塁でオースティンの12号ツーランホームラン、打った瞬間という当たりでしたね。瞬間ですよね、はい、いとも簡単に打たれましたねっていう感じですね。そうですね、好調オースティンが今日はダーモディから12号のツーランホームランを放ちました。2回はレイサーズの先発は今日4年目の中川、ワンアウト2塁1塁というチャンスでファイト、三塁線狭いところを抜いてきましたね、はい、難しい変化球でもついていきますからね、はい、やっぱり8番9番怖いですね。ファイトの2点タイムリーツーベースで3対2と、まあ、すぐさまライオンズも1点差詰め寄りました。しかし3回の表、今度は5番の宮崎、ツーアウト2塁1塁のチャンスで腕をうまく畳んでのタイムリーになりましたね。まあ、やっぱりあのベイスターズの打線はね、はい、好調です。そうですね、怖いですよね、はい、そして4回はノーアウト2塁という場面でこの9番今日座った細川が内野安打、まあ、これでダーモディをピッチャーが取らなきゃいけない打球ですよね、はい、でもね、はい、ダーモディを諦めた辻監督、2番手として森脇をマウンドに送りました。ここでまた桑原がタイムリー、5対2とさらにリードを広げたベイスターズ。さらにこの満塁というチャンス4回残りまして、この宮崎の走者一掃のタイムリーツーベースは効きましたね。いやこれでね、決まってきたかなという感じはしましたよね、はい。この走塁でオースティンが足を痛めてしまってゲーム途中ゲームから離れたんですが、8対2と大量6点のリードベイスターズが取りました。しかしここからライオンズが反撃開始、4回の裏ツーアウト2塁でライトがタイムリーツーベース。そして今度は山田、見事な右打ちですね。はい、バッティングですよね。8番9番の活躍、差を詰めました。そしてこの渡辺のピッチングですね、プロ、はい、初登板ですからね、はい、いきなり牧に大きな当たりを許したんですが、この相手のファインプレー、これ超ファインプレーだと思いますよ、フラッグを伸ばしたところで取ってますからね。相手はこういった攻守をこのところ連発してますよね、はい、さらには山田も渡辺を救いました。急になんか内野陣も生き生きしてきましたね、はい、この当たりに対しては今度はスパンジェンバーグ、はい、山田スパンジェンバーグ最初は相手渡辺を追い立てました。結局内野陣も含めてね、はい、いいプレーが続出しましたよね。そうですね、そして渡辺は伊藤光からプロ初めての三振、はい、キレのある変化球で奪いましたね、まあ、あの一つ一つのプレーがね、はい、もうあの記念ですよね。そうですね、はいはい、そして6回の裏、今度は変わった砂田からファイトが今日3本目のツーベース、変わった三上から山田が右中間、この2点タイムリーで8対6、ついに2点差が、ファイトが引っ張れば山田は方向に打つというね、はい、打ち分けてみてね、そうですね、はい、2人で広角に打って今日2人で6打点の活躍がありました。そして渡辺が迎えたこの7回のワンアウト2塁1塁という最大のピンチ、はい、
このダブルプレーが効きましたよね、はい、本当だったら、ね、そこから崩れそうですけども、はい、落ちるコースにダブルプレーっていうのはね、はい、なかなかできないですよね、まあ、得点圏打率驚異の7割バッター大和をショートゴロダブルプレー取りました。そして7回裏には4番ベースマーからこのメキアのタイムリーツーベースでついにライオンズが8対2から8対7、はい、1点差。そしてルーネッティ、この見事にここもセンターに打ち返しましたね。追いつくんですね、はい、そこ力はねもうありますよね。勝ち対2から勝ち対勝ち、ついに追いついたライオンズ。9回はこの人タイダも2アウト3塁1塁というピンチを招きましたが、最後は牧を変化球で三振に仕留めました。いやこんな記録的なね、はい、試合を見ることができて幸せですよね。そうですよね、はい、開幕から30試合連続無失点、最後はこの栗山の素晴らしい当たりだったんですが、今日からのファインプレー、本当にファインプレーですよね、まあ、左バッターの切れていく打球に対して川原が飛び込んで掴んだわけですからね、まあ、ベンチでも愛と応援